はい、今夜明日、来週のスケジュールを確認し、今後の相場相当しつつ、明日があった明後日儲かるような銘柄を勝手に予想する静かつけの明日はこれを買いのコーナーです。8日、今夜ですね、えー、もう何日にせよ、雇用時計ですね、今夜はね。で、えー、と予想値ですが、 まあ控えめですね前回結構高かったんですよ。えっと、日農業部門雇用者数が30万4000人だったんですが、今回予想では市場数18万5000人の増ですね、前,期前月比ね。ということだそうです。失業率が3.8%の予想、前回4%でした。前であと、えっと、1時間当たりの賃金が3.3%増の予想だそうです。 いい数字が出た方が今回はいいと思いますんでね。単純に、ね、ちょっと景気減速みたいなところが懸念されているところですんで、いい数字が出てほしいという感じじゃないかなというふうに思ってます。あとは住宅着工件数とかが出てくるんですかね。許可件数とかね。はい。そんな感じであります。えーと、では。で、あと、これと、今日出てる 決算発表ですね注目は、まあ、フリービットにしましたがえー、っとフリービット内容見ましょうえー、っとなんかもういろいろあるんですけどとりあえず筋を見ておきましょうおお、第3クォーターの業績発表ですえー 売上高が341億1800万円、18.2%増でした。営業利益が 16, 28 16億2800万円で 68.、68.5%増。これ、前第2クォーターよりも増益率は下がってます。まあ、第2クォーター結構良かった。百 160%増でしたから、前期比でね。で、ケ年が12億9400万円で 150.、150.7%増益。これ、第2クォーター、上期の時点では前、上期が前期、前、赤字だったので、前期比が出ておりませんが、が、えっ、ー、とー、 前期の第3クオーターのところは黒字になってますんで150、150%増という数字がちゃんと出てます。純利益のところはマイナス赤字ですね。23億、2300万円の赤字でした。前期は7億2400万円の赤字でした。まあ、赤字幅は一応減ったっていう感じではありますけどね。えー、という着地になっております。一応いろいろ あるんですけど、まあちょっとケツネベースです。あえっ、ー、とケツネベースの筋、再度確認しましょう。えっ、ー、と、12億9400万円で 150.、150.7%増益でした。あー、ちゃちゃちゃ、増益じゃなくて、えっ、ー、と、進捗率が53%ぐらいなんですかね、これでね。確か。っていうことですんで、ちょっと電卓はどっか行っちゃいましたけど。 えー、ですでこの進捗率がちょっとこ例年、まあのー、の平均値よりもちょっと少ないようでありまして、えー、53.9%進捗率がっていうのがちょっと5年平均が76%の進捗なんでちょっと低いなって感じ去年がすごく悪かったのでそういう意味で言うと27.2%というところでしたで第4クォーターのところ結構 稼げるのかなっていう方に期待すると、まあそんなにそこまで心配しなくてもいいのかなっていう気はするんですが、まあちょっとやっぱり物足りないところあるのかもしれません。えー、で、第4クォーターのところでは連結計上利益、えー、前年と比21.5%増11億円3ヶ月で稼げるっていう計算ですんで、まあほぼコンセンサスを達成するような感じ。 になるっていうふうに株単が言ってます。はい。<laughs> ね。まあ、民株が言ってんのか、正確に。えー、だそうです。ただ、ちょっと売上高営業利益率なんかちょっと手悪化してたりとかするんで、その辺は心配だねっていうことらしいですが、ちょっとどう出ますでしょうか。よくわかんないですね。難しいですね、この辺、やっぱりね。うん。難しいならやめとけよって話なんですけど。まあ、でも、やっぱり動きが荒っぽいんで、 面白そうじゃないですか。でちなみに、えっ、ー、と、先に今日チャートをこっち見ちゃいますけど、フリービットに関しては、前回はその第2クォーター、まあ見ていただければわかる通り、結構いい数字だったわけですね。えー、7億3400万円で一気に経済伸ばしたんですが、それを発表して売られました。で、くし売りでした。ここなんですね。十二月14日、14日発表だったかな。 と思いましたんでここで裏、えー、そうですね14日にの引け後に発表でしたんでうんここは14日ですこの陰線をつけたのが陽線のどの陰線つけたのが14日でこの引け後を決算発表してで土日挟んで17日に大きく売られたっていうそんな感じでした。 それからソン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 と下がっていったんですが、まあ、時間をかけてこのほど戻してまいりましたということです。これがまたもう一段下げるようなカッコイイタか週明け怖いですね。なんで毎回金曜日に発表するんですよねこの人はね、えー、という感じであります。まあ、あの前回数字結構いい形で出してきて出尽くし売り、うんいい数字っていうことじゃなかったんですかね。別に。 うん、前期と比べると十分いい数字だったんじゃないかなと思うんですけどねえー、っと、うん、第1クォーターのところとかまあだい、えー、そんなんで、えー、っと前回はまあまあの数字出して売られたってところでしたんで今期もちょっとその辺を期待したいなっていうことであります、まあ、今,今,今,今期というか今回はその逆 何そんなすこぶるいい数字じゃなかったけどまあある程度金の強のところで売られたんで、えーまあ、そこら辺である程度悪抜けしてるんじゃないかって売りはそれなりにこなせたんじゃないかっていう感じで期待したいのでありますいかがでしょうかいやこんな下がったら嫌になっちゃいますねうんという感じこんなに売られるようなあれだったですかねまあ急速にここが上がりすぎた その直前にっていうこと。まあ、今回時間かけて上がってきましたんでねで。数字がそれなりに良くなっている。で、続き、まあ、第4クオーターのところ、それなりに期待できるだろうということであれば、そのままね、いってもいいじゃないかと思ったりしてますが、どうなんでしょう。えー、ということであります。 では来週の予定を見ていきましょう、えー、11日月曜日、ね、国内2月のマネーストックそして工作機械中注の発表があります、えー、どうなんでしょうかそして海外、えー、アメリカ1月の小売売上高9時半そして12月の企業在庫売上高が23時発表です国内決算発表学場とかも気になるんですけどね佐藤食品ビューティーガレージとか好きな銘柄なんですがいまいちこう業績が乗っかってこないっていう感じなんですねどっかで爆発しそうな気もするんですけどね ッッッドクマセトトト・ポール・ルウン・ピクホス一応ここは注目なんですが、あとライクキッズネクストとか、えー、萩原工業とかね、その辺も面白そうだなとは思うんですけどね、あなんか戻っちゃいました。えーうん、療養エレクトルとかね、ちょっと気になりもしますが、ちょっとライクキッズネクストあたりは、ひょっとしたらいいのかもしれないなとも思ったりしてるんですが、そう言って前回、 うん、そんな悪くない数字出した記憶があったんですがその割に売られるっていうね <laughs> 違ったかな買、はいかケツネねくすとうんと第2クォーターですねそう58.2%増益営業利益でまあ経営ネが悪かったからかうん営業利益で 58%増益出して出尽くし出尽くしなのかなんかわかんないですけどね欠年は赤,赤字で現役だったりとかしたからなのかもしれませんが売られたという経緯がありますまあとりあえず、えー、我々の注目はポール・トゥ・ウィン・ピットクルーホールディングスであります、えー、コンセンサスがかなり強めの数字になってで出てきておりますがまあまああのー 達成すするんじゃなないいかなと思いますコンセンサスを待って着地するんじゃないかなとは思うんですが本決算ですので今回要は今期の見通しどうなんだっていうところの方が重要だったりしますで一応あのツ念の進捗でいうとこんな感じですので、まあ、この上見ていただけば分かるとおり会社予想に対して89.3%も進んでますからまああと8% あじゃあ8億円ぐらいですから、まあ、第3クォーターと同じぐらい稼げれば、まあ、第2クォーター第3クォーターと同じペースでいければ、まあ、おそらくこ31億円ぐらいはいけると、ま、ずここはまあコンセンサス通りでいいとで来期いけるのかいっていうところですが来期に関してはコンセンサスそんなに増益幅大きくないですから。 まあ、そこまで厳しくはないかなってう。ここがまたーセ30%増益予想とかになってると厳しいですけど、そこまでじゃないんでね。えー、今期予想。まあ順、いろいろ設備投資とか人件費うんぬんとかですね、人材獲得になんとかっていうところをこなして10、10%増益とか、まあ15%増益、2桁増益みたいなところを示してくれればいいな、<laughs> であります。 えそんなポルティピットクルホールディングスが一応注目のところですかねえー、っとちょっと株価見ちゃいましょうかね株価的にも全然高くない最近ちょっと出尽くしにやられてますからあんまり高いところに行くの怖いなっていう感じであるんですが全然こんなんですんでやりやすいかなと いう感じで見ております。では、そのポルトウィン・ピットクルホールディングスを注目した上で、えーと、その後火曜日以降ですね、予定見ていきましょう。13日、えー、法人企業景気予測調査、朝発表。 海外は2月の消費者物価指数が発表になります。あれ ?11? これ12日ですね、きっとね。間違いです。12です、これは。はい。そして、えっ、ー、と、決算発表、店舗スタッフ、なんと、店舗スホールディングス、何でしたっけ、これ、はい。いや、ファーマフーズに一応注目したいなと思ってます。これ、まあ、その、ん何でしょうね、進捗具合とか、そんなところを見てっていう感じです。ちょっとまた、 変え、変わったら、<laughs> ひょっとしたら変えるかもしれませんので、変わったらまたお伝えしますが、まあ、株価の一どころ的にもやりやすいかなと思いますし、えっ、ー、と、業績の進捗具合もこんな感じだったら、まあ、いいかなっていう、うーん、いいかなっていうか、まあ、業績自体クソ悪いんですけど、クソ悪いんですけど、えー、クソ悪い中で、 ある程度、いい形に転換してくれないかなっていう、えー、期待です。第2クォーター、ケーかなケーツネ5、9億3000枚ぐらいの赤字予想なんですけど、まあ、もうちょっと良くてもいいかなっていう、そんな狙いです。うん。っていう感じですかね。まあ、だから、赤字企業嫌だったら無理していかないっていうことでもいいかと思います。楽するとかね、ありますから。その辺でもいいかなと思います。構成悪いね。 ネオジャパン楽する小原ですねまあ材料テーマ株ですけどね小原どうでしょうベストワンカーサ東宝シルバーライフと いうことであります。そんな感じ、12日です。13日、こっちが本当の13日。えー、1月の機械受注と企業物価指数、第三次産業活動指数が発表になります。海外は耐久財受注、生産者物価指数の発表があります。アメリカですね。そして、プログレッシブコープの決算発表。国内の決算発表、アルトナ、ハミ、トーエル、CRE、ジャパンミート、アセンテック、CEC ですが、まあまあ我々単性者ですかね。かなり上がっちゃってますが、 えっと、ここは本決算だったと思いますんで、えっ、ー、と、今期の業績予想、今期の方がいいだろうと思いますんで、やっぱストレートに達成者に関しては。えー、なので、追っかけたい。まあ、株価的には高いですが、追っかけたいなっていうところですね。という達成者。ちょっとまたいろいろ見て、変更はあるかもしれませんの、ね、で、こちらも。14日、日銀金融政策決定会合があります。特に何にもないと思うんですけどね。 うんまあちょっと見通しどうなるかっていうところ気になりますが、まああんまりそんなになんか風が吹くような感じじゃないと思ってます。海外中国の2月高工業生産、えー、小売売上高固定資産投資、この辺がちょっと怖いですね、14日ね。えー、そしてアメリカ2月の輸出輸入物価指数、新築住宅販売の決算、えー、発表があります、えー。決算発表、アドビシステムズ、ブロードコム、ダラーゼネラル、ダラーゼネラル、アルタビューティー。国内決算発表、アスクル、ブ、まあ、神戸物産、 まあ、ここまで株価上がってきましたんでね、ちょっと出尽くしがあるかもしれません。えー、稲葉製作所、JSB、ジャストプランニング、バリューネクス、サムライジェパートナーズ、ここが一応柱かなと思ってはいます。うん。あと、鎌倉新書。 高いんですよねね鎌倉新書も、ね、ただこの高い株価の期待に応えてくれるんですよね結構ね鎌倉新書はねですまあ神戸物産鎌倉新書強気の方はこの辺の上昇トレンドを乗ってるところを買いに行くまあ神戸物産もちょっと下がってき始めてるのでうーんどうかな 来週のちょっと動きみたいところですね。あと、ヤーマンとか。まあ、ピジョンが一回下げましたんで、ヤーマンも多分、決算発表とも、とともに一旦下げると思うんですね。で、一日二日したところで拾ってあげてください、ヤーマン。そんな感じだと思いまあ、その後、決算発表で上がっちゃったらもう、触らない。<laughs> ということです。水へ入っていく、えー、マネージメントソリューションズ、プリントネット、小林産業、省営食品。ミックスナッツが最近、私も買わなくなってしまいましたね。東京ドームとかね。 どううでしょうかね15日、えー、金曜日ですね、週末、コルダさんのこう会見があります。どうでしょうか。そして海外はニューヨーク連携を経すると、広行業生産の発表があります。アメリカですね。えー、国内、決算表。プロレド、ベステラ、好きな銘柄ですが、そこまで今、業績がいいかって言われると、うーんって感じですよね。モロゾフ開花、マルゼン CHI、ジェネパ、モルフォ、注目はまあエニグモですかね。バイマ あと、鳥ケミカル研究所、前回確かいい業績アップだった気がしますが、ちょっとこの状況でトリケミカルを買いに行けるかっていうと難しいですよね。半導体関連。まあ、や、だいぶ安くなってきてますから、うーん、拾いに行ってもいいのかもしれないですけど、ちょっと一応まだ、というか、パ、一応パス。 そして3倍用が出ます。<laughs> ま、あ業績うんぬんじゃないと思いますね。この辺はね。であと、アクセス。今度こそアクセス。<笑><笑>ですね、あと、シーズ、えー、楽天地、東京楽天地、アルデプロ、ギフト、OS、OS、何でしたっけ ?OS 映画でいいんでしたっけっ忘れちゃいました。あと、ハイヤサーのカンパニー、システム D あたりが、ちょっと注目したいなと思って、一応書いといたんですが、まあ、一応、アクセスが、 中心かななとと今のところは思ってますそんな感じですでちょっと明日の個別材料のネタが集まらないのでとりあえずえっと225採用銘柄パイオニアが今月27日に上場配信になりましてえー、っと 1一つ新しいのが補充されるという話を以前からしておりました。村田が本命というふうに言われてましたが、えっ、ー、と、今日決定しまして、オムロンでした。まあ、あの村田、オムロン、あと何、シャープ、あと何て言いましたっけね。あまあ、その辺があの注目どころだっていうふうに言ってましたが、まあ、オムロンに決定しましたんで、オムロンが上がるかな、どうかなという感じであります。 どう,どうなってもみなし額面50円、えー、っていう感じですがどうなんでしょうねこれ225をちょっとその計算のかん方法がよくわかんないんですけどパイオニアだからそのパターンがその他の銘柄をバッと 224銘柄を売ってバランスを整えるっていう形にしたりとかっていうのがあるんで他が売られるパターンもあるんですねちょっとよくわかんないですけどねはいちょっとどういう需給になるかはい、えー、なところでしたとりあえずそんな感じでしたねでは来週の想定 日経平均先、もドル円から見ていきましょう、111円10銭台まで一応戻ってきましたが、どこまで戻せるかですね、ちょっと割ってしまうタイミングもあるかもしれません、ニューヨーク、今日泊止まれるかどうかです、こ雇用計次第だと思ってます、えー、225先物はやや20円だから、ちょっと戻したぐらいですから、2万790円、現物で言ったらもう2万1000円割れですから、ね、これ200円ぐらいだと思いましたんで、さやが、はい、そんなところであります。えーっと CME、C ニューヨークダウ先物が2万5377ドルですので、現物終割りながら今、100ドルぐらい安いところです。2万5473ドルでしたから。というところで、ちょっとまだ国内、そのアジアの下落分をまだねア,メリカ分アメリカ株、米株、折り込んでませんので、そこが一応100ドル分ぐらいだということなんでしょうね、今のところね。 というところだと思います。でまあ随分どんどんどんとどん下げてきましたからまあそろそろ一応一旦下げ止まってもいいかなって期待したいんですが5日続落は今年ないですもんねしばらくないですもんねここも陰性続いてますけど一応4日続落ですもんね。 というところですんでえー、1ああ別に去年とかはあったんですね普通にねここがどうなのかな123456788家族楽かえー、本当ですか 厳しいとと思うとまだ全然あるってことですよ、ね、なんかその急落っていう感じではないのでまだねうん、なんかそのきょ去年の年末みたいな感じとはまだ違うのでこれ今日もう一段下げるとなるともうバタバタバタっと売られていっちゃうような感じもしますんでねちょっとショート とかかかかのの準備ももししておななきゃいけなかっったた週末だったのかもしれません、まあ、この土日怖いですけどね。まあ、いう統計見て、ね、判断していきましょう。あんまりその雇用の数字、うん、まあ、ADP 雇用統計とかそんなに話題にならなかったと思いましたね、今週。別に、ん、そこまで悪い数字がってことじゃないのかなとは思うんですけどね。ちょっと過敏に反応する部分もあるかもしれませんので、夜、まあ、先物とかね。 えー、為替、ちょっと注意してみておきましょう。なところでありますという、まあ、なかなかちょっとね、厳しい1週間が続きました。えーまあ、頑張っていきたいなという感じ。<laughs> なんか難しかったですね、今週はね。ちょっとこの陰性、またらちょっときついですが。えー ま,あまさか2万1000割までトントントンと来るとは思わなかったんですが、えっ、ー、と、ちょっとそれはそれとして、あの、この動画をちょっと今、また一段盛り上げたいなっていう感じで思っておりますので、あの、まあ、一つのメディアとしてちょっとね、力をつけて、で、いろんなところに、その前々から言ってますけど、取材に行ったりとか、 そんな活動をちょっと増やしていける、行きたいなと。で、もう、なんかね、そう、めさっと、あの、な,なんていうか、サンシャインレディオの、えー、ものですが、つって、取材に行ったらいけるような形で、に、ぐらいまで有名になれればいいな、という感じですので、皆さんご協力いただければなと思ってます。であとはもう、あの、あれなんですよね。 スポンサーが、ね、つけばね、な動画に CM 差し込むとかっていうことが、安定的にできれば、私ももう株だけ見て一日過ごせるっていうこになるので、ありがたいんですけどね、なかなかそうもいきませんが、そういったものも、スポンサー、スポンサン様募集しておりますので、ね、というところであります。そんな週末。 私はまたあもう春っちゃ春なんでしょうけど神経痛がね首の神経痛に <laughs> 悩まされるという姿勢が悪いんでですねそれが良くないんですねちょっと悩んでおりますがまあ暖かくなればね治るんで今年は病院に行かなかったんですよそれをあのなんか去年とか一昨年は手がしびれたんですもうしょうがなく さすがに痺れはやべえなと思って病院行ったんですけど、今年は痺れなかったんで、まあ、ただただ首痛っていう話なんで、いいかなと思って、で、な暖かくなら治るしっていうことでですね、病院はパスしたんですが、なかなか、ま,あ、まだ暖かくない,な,ないですからね、早く暖かくなってほしいなと、そして相場の方も暖かくなってほしいなというところであります。えー、そんなことで以上、静かにつけましたはこれをかえってした。